国際努力公局は国際的な標準化団体でありメートル条約に基づきメートル法を維持するために発足した3つの組織のうちの1つである通常はフランス語のビューローインターナショナルデポイズ・イ・ミスレスの頭文字をとってビップムと呼ばれる他の2つの組織は国際努力公総会と国際努力公委員会である国際努力公局は メートル条約に基づいて1875年5月20日に設立された。フランスオードセーヌ県、セーブルのセーヌ下半にあるパビオンドブルトゥイユニ本部を置く。この建物は1876年にフランス政府から提供を受けたもので、敷地面積は4.35ヘクタールである。敷地内は1970年9月9日、デクレ70から8 2十号により、 違い法権が認められている国際度量衡局は国際度量衡委員会の管理下にあり国際度量衡委員会の事務局兼研究所として置かれている国際度量衡局の目的は世界中で一つの一貫性のある単位系を実現するための基礎を提供することであるそのために施設内の計測学の研究所と条約加盟国の国立計測学研究所を メンバーとする一連の諮問委員会を有している。また、国家測定標準の国際的な相互比較を行い、加盟国のために構成を実行する。国際度量公局には、正確な世界時を維持するための重要な役割がある。世界中の加盟国の原始時間標準を結合し、分析し、平均して、一つの公式の協定世界時を作り出している。 国際土量公局の元気庫には国際キログラム元気が保管されている。なお、1960年の国際土量公総会においてメートルの定義をメートル元気で行わないことが決議されたが、同時に国際メートル元気をそれまで通りに国際土量公局に保管することも決議されている。国際土量公局の活動や財務は条約の加盟国の共同で行われる。 上勤の職員は約70名で、予算は約1000万ユーロである。国際度旅行局本部のあるパビオンドブルという国際度旅行局発足以来の歴代局長は以下の通りである。ブリーフヒストリーオブザイス t イ、ビップム、2009年4月21日閲覧。AB ページチスター・エッチ・ビガーポール・エズ ザ・インターナショナル・ビューローオブ・ウェイツ＆アンド・メジャーズ。千八百七十五千九百七十五。nbs スペシャルパブリケーション四百二十。ワシントン・ dc。ナショナル・ビューローオブ・スタンダーズ。ピアニッシモ。二十六二十七。https。コロンスラッシュスラッシュブックス。google。Go com。スラッシュブックス。id。イコールナレースコース六十四 c＆ ピコグラム。イコール pa 二百四十。 ヒストリーオブザパビヨンデブラトイザ,ビザト・ビップム・フロム1875ツーザプレゼントで A ビップム2015年9月9日閲覧ビップムタイムコダン・イテッド・ユニバーサルタイムビップム2013年12月29日閲覧インターナショナルプロトタイプ・オブ・ザ・キルグラムビップム2011年11月18日閲覧 ディレクターズオブザビップムシンス1875ビューローインターナショナルデポイズ・イミスレス2012年9月30日閲覧 NPL フェロードクター・マーチン・ミルトンイズ・ニュー・ディレクター・アット・ファンデーション・オブ・ワールズメジャメントシステム QMT ニュース http://www.qmtmag.com コロンススララッッシシュュスラッシュディスプレーズ CFM 江戸のイコール5192452012年9月30日閲覧ありがとうございます